とつま先は前を向けましょう。正面向けてください。両手は膝の内側に置いて、自分で足を広げてください。はがきが来たんですよ。あんまり検査したことなかったから、MR とか取ってくれるし、じゃあ行ってこかって言って、それがきっかけですよね。で、膝が痛くなってからもう10年以上、筋肉だって鍛えるのって感じで。皆さんと同じぐらいの年齢と会えるし、本当に疲れるなと思うけど、嫌な疲れじゃないのね。あ、しっかり頑張ってやってきたんだなって言ってね、自分で褒めてね自分でこう動こうとするよね。今まで偉かったらまあ、って止まってしまうんだけど、いや、あそこであんだけ動けたんだから、あ、じゃあちょっと動こうかですね。家の中であそこからこっちまで歩いたりバックしたり、こうやって足踏みしたり、長寿でやった、あれでおかげかな。まあ趣味居合をね、趣味やって、まあ一応有段者なんですけど5段まで取ったんだけど、剣道4段って、まあ、まあ10番したりして足して9段6段取ったら10段目標がちょっとあるもんだから、常にこう自分の体力を保とうかなと思って。それまではね、ハイキングだとかいろいろと言ってましたけれども、このコロナになってからそういったところも参加しなくなったし、刺激もなくなってくるんですかね。だから体力が年齢とともに落ちてきてるというのなんですよ。ジェイミントに行くと、どれだけ運動しましたかっていうのをね、自分で目標を立てるもんですから、自信の中からやっぱり楽しいと思ってやってますね、私は。どうしても食が偏ると病気になったり、それこそ認知症になったり、いろいろとね、起こるといけないから、それの予防としてやっぱり指導してくださるっていうんですか、そういう面ではすごく良かったなと思いますけどね。もうやっぱりね、人生50年時代からお釣りの30年もらいましたので、そんなにね、この世の中の未練っていうんですかね、そういうものをいつまでも持って若い人たちに迷惑かけてはいけないなと思ってね。今は自分のことを自分でできるから、せめてその自分のことができるぐらいの体力とか能力っていうかね、そういうものだけは維持したいなと思って、まあ、ゼミとも一つの参加している場所ですよね、これは。やっぱり運動と食なんかはすごく大切なことですもんね、生きていくっていうことに対して。